東住吉区は大阪市を構成する24行政区のうちの一つ、同市の南東部に位置する。東住吉区は大阪市の南東部に位置する。区域の南北は約 6.4km、東西は約 2.8km で、面積は9.75平方キロメートル、大阪市で8番目の大きさを持つ行政区である。また、大阪府のほぼ中心に位置する。 区内は坂道がほとんどない。東は平野区、西は安倍野区、住吉区、北は行野区、南は山戸川を挟んで松原市に隣接している。なお、阿佐さ元総神社や周辺を含む八田七丁目は山戸海南に位置する。区域の約90%は住宅地域で鉄道駅を中心に商業施設が発展している。特に、 近鉄南大阪線、針中野駅、地下鉄谷町線駒川中野駅付近では、大阪市内でも有数の駒川商店街が形成されている。区の北東部には、大阪南部の市民の台所として、中央卸売市場東部市場があり、食品流通の拠点として大きな役割を果たしている。北西部は、安倍の区や天王寺区にある南のターミナル。 大阪安倍の橋駅や天王寺駅にも近い。区の南西部の一角を占める長井公園は、市内第3位の大公園で園内には、国際スポーツイベントの会場セレッソ大阪の本拠地として、世界的規模の長井競技場や、球技場、テニスコート、屋内、屋外プール、さらには、世界的水準にある長井障害者スポーツセンター、等の各種体育施設、郷土の森、 植物園、自然史博物館、花と緑と自然の情報センターがあり、多くの市民から親しまれている。区の中心部には、区役所、南部には、区役所出張所がある。区内には、JR 関西本線、JR 阪和線、近鉄南大阪線、地下鉄谷町線が通っており、全線が、天王寺駅または、大阪阿部伸橋駅を結んでいる。 商業地の中心として、駒川商店街がある。日中は多くの利用客で賑わっている。以前は、針中野駅周辺に、さて、駒川中野駅周辺に、泉屋が出店していたが、現在は、パチンコ店や高層マンションに変わっている。針中野駅周辺は飲食店などの商業施設が密集している。世界陸上大阪大会が開催された長い。 陸上競技場大阪市の行政区自治体上記の旅客駅は、高架駅または地下駅のため、区内には踏切が存在しない。大阪芸術大学短期大学部大阪市立八田小学校八田南中学校は、施設一体型小中一貫校として、教育を行っている。また児童養護施設に併設された大阪市立長谷川小学校中学校は、 学校の立地は、柏原市にあるが、大阪市の学校事務の上では、東住吉区所属として扱われている。長井球技場。ありがとうございます。